ウェイク。ウェイクはアメリカ海軍の川洋砲艦。収益時の艦名はグアムであった。トリポリ戦争以降初めて敵に捕獲されたアメリカ海軍の艦艇である。グアムは1927年5月28日に浸水し、同年12月28日に収益。1928年にはが PG-43 から PR-32。 変更された。グアムや後に収益したパナイなどアメリカ海軍の川洋法官の第一の任務は自国民の選挙死及びその他外国人の保護であり、ついで日本の動向を探るスパイ戦、浮かぶ無伝書としての役割であった。収益後一貫して処位、ヨースコーパトロールの任務についていたグアムだったが、1937年に日中戦争が勃発すると、 日本の脅威をまともに受けることとなった。1939年までには、グアムがどのような行動をとっても、日本の官邸による護衛がつけられることとなった。1941年1月、グアムは心臓艦にその名を譲って、ウェイクと改名された。11月25日、ウェイクは観光の海軍基地の閉鎖を命じられ、上海へ向かった。この頃、 上海にはシが方面艦隊、小峰ネイチ中将の機関である巡洋艦出雲が上海に残っていたウェイク及びイギリス方艦と相対するような形で停泊しており、小賀中将はさらに駆逐艦連と方艦と場を呼び寄せ、ワイタンう内の公園に海軍陸戦隊の15センチ砲を据えてウェイクとペテレルを包囲する形とした。10月28日には、 長江を航行する船の船長などを務めていた、経験のあるコロンブス・ダーウィン・スミス、コロンバス・ダーウィン・スミス少佐が、艦長に任命された。この時期、定員55人であったウェイクの乗員は14人に、減らされていた。1941年12月8日、真珠湾攻撃によって日本は、アメリカとの間に開戦した。その前日、スミス艦長のもとに、日本の士官から、 艦長と上院のために七面取りを渡したいとの申し出があった。この申し出には、翌朝、艦長は、どこにいるかという問いかけもついていた。小賀中将は、ウェイクとペテレルを無傷で打歩する腹積もりで、事前に、あらゆる工作をもってに砲艦を上海に、釘付けしていたのである。8日、未明、スミス艦長は、新珠湾攻撃に関する情報を、補給士官から受け取って、 ウェイクに急行した。その前後に、出雲からウェイクとペテレルに、幸福勧告のための軍師が派遣され、出雲、レン、鳥羽の三艦は、ウェイクとペテレルが歯向かえば、即座に撃沈できるよう、あらかじめ法の照準をウェイクとペテレルに定めていた。スミス艦長は、圧倒的な日本軍に取り囲まれては大勢に無勢と、感じ、上院による自沈の試みも成功しなかったため、 ついにウェイクは白旗を掲げて降伏。朝日新聞は降伏韓国文を見ただけでスミス艦長はあえなく降伏したと伝えた。ウェイクは第二次世界大戦で唯一降伏したアメリカ海軍の艦船となった。他方、ペテレルは艦長が降伏を拒絶したため、出雲、レン、ドバなどの砲撃であっけなく撃沈された。ウェイクは1942年3月25日に 除籍された。スミスは、捕虜収容所に収容されたが、後に、他2名と共に脱出した。2011年現在、奉還ロウェイク以降に収益したアメリカ海軍の艦艇に、カサブランカ級航空母艦の一艦である、ウェイクアイランドを別にすると、ウェイクと命名された艦艇は存在しない。ウェイクの打歩は、12月8日午後1時の大本営、発表で、 真珠湾攻撃の成功に続いて発表された。ウェイクは1941年12月15日に日本海軍籍へ編入。タタリョウ、タタラと命名され、同日付で、シナ方面艦隊上海根拠地帯に編入された。佐世保真珠布籍。1942年1月26日に江南造船所での艦内修理改造完了。微法は後に、 日本軍の8セン地方に交換、機銃はそのまま使用されたと言われている。対戦前半は主に、上海、アモなどに、後半は、南京、安定、急行などにックすることが多くなった。1944年10月10日、タタリョウは、ナルミと共に、第24砲艦隊を編成し、その機関となった。この頃には P-51 などの襲撃を受ける。 ことも多くなっていったが、タタリョウとなるみは空襲のたびに、対空砲火の他にそそくだこをあげて、これに対抗した。1945年1月1日から2月3日まで、江南造船所で修理を行った後、再び、急行方面で行動。しかし、戦況悪化により、砲艦隊にも被害が続出したので、すべての砲艦は、上海に開港されることとなった。タタリョウは、 なるみとともに、武庫で13ミリ連装機銃2機を陸揚げし、無武装状態で上海に経流されたまま、無傷で終戦を迎えた。9月30日に日本海軍籍を除籍。終戦後は、中華民国軍が接収し、官名を大元と改名。国境内戦再発後、1949年4月23日に、 中国人民解放軍海軍に投降し、4月30日、南京、遠子諸にて、中華民国空軍の爆撃により撃沈した。中1944年10月1日以降は、法官庁を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。